アカンダナさんは、岐阜県高山市、日田山脈南部にある標高2109メートルの活火山である。長野県と岐阜県との県境の日田山脈の主稜線から500メートルほど西に離れた位置にある。山頂には山島三角点が設置されている。南東の安房山との安部には安房峠があり、国道158号が通る。また、 山域の南側を中部縦貫自動車道の暗号トンネルが貫通する。西山6には平湯温泉があり、国道471号が通る。西山6に神通川水系の高原川が流れる。山頂は複雑な凹凸地形で途上には岩体に樹林が絡みつく急登で、陶器にはシュルンドが多数でき大変厳しい。 危険なため一般の登山対象とされず登山道がなく、陶器の山スキーも推奨されない。美濃体中清掃とそれに貫入した滝や河口戦力岩を基盤とした小竹火山群に含まれる。12万から7万年前の後期に活動したワリアさん、岩坪山などに代わって2万6000年前から始まる新規の活動で白谷山、小竹の形成が始まり、 その南側で1万2000年前に白谷山を覆うように噴出した溶岩流と溶岩ドームが形成された。現在まで続く付近の活発な火山活動と山体崩壊により生じた平坦地形は棚と通称されており、白谷山の北西には古紀の火山である大棚があり、崩壊地形のある本山も赤棚と呼ばれて山頂の三角点の故障となっている。 火山の東側には、細池、小舟などと呼ぶ、小和地が並び、これらは崩壊堆積物によりせき止められたかつての河川とされ、南側の安房平も1万年前に山体が崩壊で、き止め湖を生じ、その後形成された湖清掃である。山体内部は、現在も高温であり、1995年には、道路工事中に水蒸気爆発による事故が起きている。 2003年の活火山見直しで、気象庁の指定する活火山に、焼けだけとは別に指定された。ありがとうございます。